今回はアブダビグランプリ最終日の様子をお届けします。 F2 フィーチャーレース、5番グリッドからスタートした岩佐歩ですが、これまでの多くのレースで見られたようにスタート直後からなかなかペースが上がらない現象に悩まされていたように感じます。オープニングラップで4位に浮上し、表彰台を射程圏内にした岩佐歩は早々とタイヤ交換を済ませレース終盤の戦いに挑んでいました。しかしレース終盤は防戦一方になってしまい、ランキング2位を争うペスティやマローニにかわされ、ファイナルラップを迎えた時点で5位でした。その後ペスティと接触したマローニが消えたことで岩佐歩は4位でフィニッシュしました。しかしポール・トゥーウィンを決めたデューハンにポイントで逆転され、ランキング4位でシーズンを終えました。シーズンの中盤あたりからは明らかにチーム的に劣っていることが露呈されていた状況の中、これも仕方ないと思いますが、そんな中でも可能な限り戦い抜いたシーズンだったと言えるでしょう。最終的に岩佐歩は165ポイント獲得していますが、チームメイトでフェラーリ育成のルクレールは3分の1以下の49ポイントしか獲得できていませんでした。シーズン序盤、ダムスはこのルクレールを中心としたチーム作りをしようとしていた段階で、タイトルは狙えないチームということを表していたとも言えるでしょう。しかし、これで岩佐歩は見事にスーパーライセンスの発給条件をクリアしました。来シーズン、チーム無限からスーパーフォーミュラに参戦する岩佐歩ですが、ぜひとも F2 チャンピオンのプルシェールにも参戦してもらい、チームの勢力図を逆転した状況でリベンジしてもらいたいです。 F1 決勝、自己最高位の予選6番グリッドを獲得した角田裕樹はスタート前の無線で勇退するトストさんに対する感謝の意を述べていました。何としてもコンスト7位を成し遂げるという気合が見ているファンにも伝わったことでしょう。コンスト7位と8位では受け取る分配金の差が13億円あるという情報が流れており、チーム的にもリカルドと協力してその13億円を手にすべく期待感に包まれていました。角田裕樹はスタートでアロンソにかわされいきなり7位に後退してしまいましたが、すぐさま抜き返し6位に復帰しています。その後5位のラッセルの DRS 圏内を維持しながらレースは進んでいきました。14周目以降、角田裕樹と同じミディアム勢がピットに入り始め、なんと18周目にはラップリーダーになりました。これは角田裕樹にとって初めてのことで、日本中の多くのファンが熱狂したに違いありません。しかし、それと同時に数週前まで同じペースでレースをしていたライバルたちが明らかに速いラップを重ねていたので、なぜアルファタウリはピットに入れないのかと疑問に感じていた方も少なくなかったと思います。あくまで個人的な意見ですが、このような戦略は予選で下位に沈んだ時に遂行すべきで、ライバルと対等に戦えている中ではやはりライバルの動きに合わせることも重要だと感じました。このような戦いが下位が常連となっているアルファタウリには苦手なのかもしれません。しかし角田裕樹はチームの戦略に全身全霊応え続け、見事なラップタイムを刻みながらレースは進んでいきました。角田裕樹がピットに入ったのは残り35周も残っている23周目でした。23周目にはハードスタートのサインツ、24周目には同じくハードスタートのボッタスがピットに入っていたので、ハードで残り35周を走り切るのは無理ではないかと思われていました。32周目にはリカルドが2度目のピットを済ませていますが、この時もハードで25周しかしていませんでした。つまりアルファタウリは角田裕樹に対しありえないほどレベルの高いミッションを課したことになります。レース終盤、他のマシンが2度目のピットを済ませる中、角田裕樹は一時的に3位に浮上しましたが、後続との差はほとんどありませんでした。ここからが角田裕樹の腕の見せどころでした。タイヤ的、マシン的に明らかに有利なライバルたちに次々にかわされていくのを見るのが個人的につらかったです。そしてファイナルラップ、8位にまで落ちていた角田裕樹のすぐ後ろにはメルセデスのハミルトンがぴったりマークしていました。そして2つ目のロングストレートエンドのターン11で
一時はハミルトンに抜かれたものの、ブレーキングを遅らせたハミルトンが姿勢を崩したところを突き、角田裕毅が見事に抜き返し、8位を死守したままフィニッシュしたのです。これは単純にハミルトンのミスだとは思えません。可能な限り抵抗した角田裕毅により、ブレーキングを遅らせられたハミルトンがその罠にかかったと思っています。今回は角田裕毅の気迫がハミルトンを上回ったと言えるでしょう。2023年各ポイントランキング、これが最終戦アブダビグランプリ終了後の2023年のポイントです。22戦19勝というありえない成績を残したマックスは計575ポイント獲得しています。今シーズンはスプリントが6回開催されており、ファステストポイントを含めた全てのポイントを足すと1人のドライバーが獲得できる最大ポイントは620となります。マックスはこのうちの575ポイントを獲得しているんですよ。つまり我々はとんでもないドライバーを目の当たりにしていることになります。白熱したランキング4位争いは最終的にアロンソが制しています。角田裕毅はアルボン先生に10ポイント及びませんでしたが、見事にランキング14位でシーズンを締めくくりました。コンストラクターズではメルセデスが3ポイント差でランキング2位を死守、アルファタウリは7位のウィリアムズにわずか3ポイント及ばず8位でシーズンを終えました。今回2ストップ作戦を遂行しても7位でフィニッシュできたかどうかは分かりませんが、角田裕毅は誰にもできないワンストップ作戦を遂行させ見事なタイヤマネージメントを披露したので、来シーズン以降チームの戦略を最大限遂行できることを証明したと言えるでしょう。これが非常に大きいと感じました。世界が認めた6位スタートで8位でフィニッシュした角田裕毅に対し、世界中のファンは正当な評価を下しました。見事にアブダビグランプリ最終日のドライバーオブザデイに選ばれたのです。大量ポイントが欲しかった角田裕毅ですが、実はポイント獲得よりもこのドライバーオブザデイの獲得の方が難しいかもしれません。この後発表されるパワーランキングも楽しみですね。来シーズンは何度も選ばれてほしいものです。今シーズンのアルファタウリのマシン AT04 はシーズン序盤は間違いなく最下位マシンでした。しかしシーズン中盤あたりから徐々にアップデートが効果し始め、シーズン終盤は中段トップ以上の速さを維持していました。タイヤの温まりなどまだまだ課題は多いと思いますが、さらにレッドブルの恩恵を受ける来年に期待します。来シーズンは俺たちってなんだっけと思わせるようなシーズンを切望します。今シーズンも多くの感動をありがとうございました。そしてトストさん、長い間本当にお疲れ様でした。勇気を育ててくれてありがとうございました。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。